東京湾に望む江東区。区内には青海から若洲まで45の町があります。そして令和2年6月、46番目の町として新たに海の森が誕生しました。中央防波堤埋め立て地、北側に位置する中央防波堤内側埋め立て地と、その南側に隣接する中央防波堤外側埋め立て処分場からなります。そしてさらにその南側には深海面処分場があります。海の森は内側埋め立て地と外側埋め立て処分場の一部からなります。内側埋め立て地は昭和48年度から昭和61年度まで埋め立てられました。外側埋め立て処分場は昭和52年度から埋め立てが始まりました。深海面処分場は平成10年度から埋め立て開始。外側埋め立て処分場の中心にあった水路をはじめ、東側のブロックが南側へと順に埋め立てられていることがわかります。一方、14号埋め立て地、現在の夢の島は昭和32年度から、15号埋め立て地、現在の若洲は昭和40年度から埋め立てが開始されたエリアです。当時、都内のゴミの量が爆発的に増え続けたため、埋め立て処分場を抱える江東区に清掃車が集中し、渋滞、騒音、悪臭などに長年悩まされていましたが、各区の清掃工場建設は進展しない状況が続きました。これを受けて東京都知事は、徹底的にゴミ対策を進めるとして、ゴミ戦争を宣言。一方、江東区は都や22区に対して、ゴミは自分の地域で処理する軸内処理の原則と、ゴミ処理負担を23区で公平にする迷惑負担公平の原則を求めました。その後も処分場へと向かう清掃車は区内を通過していましたが、中央防波堤埋め立て地の造成について江東区は対極的見地に立ち、条件付きで同意。中央防波堤埋め立て地はゴミの埋め立て処分に伴う江東区民の多大な忍耐と犠牲の上に造成されたのです。中央防波堤埋め立て地は長年にわたり帰属が決まっておらず、平成13年、関係する江東、中央、港、品川、太田の5区による帰属に関する協議会、検討会を設置。翌年には中央、港、品川の3区が帰属首長を取り下げ、江東区と大田区がそれぞれ全島帰属を主張しました。平成28年3月、両区区長の会談後、両区の部下長級協議を重ねてきましたが、双方折り合いはつかず、平成29年6月、東京都庁において両区区長、議長による会談が行われ、両区で東京都に調停申請すること、自治紛争処理委員による合理的な勧告案については受諾することを前提とすることが取り決められました。そして10月、東京都自治紛争処理委員による調停案が示されました。江東区が全体のおよそ 86%、
大田区がおよそ 14% という内容で、江東区は十分満足のいくものではありませんでしたが、この案を受諾しました。一方、大田区はこの調停案を受諾することなく、地方裁判所へ境界確定の訴えを提起。そして令和元年9月、第一審判決で江東区は 79.3%、大田区は 20.7% という判決が示されました。境界の確定にあたって歴史的経緯は評価されず、両区の現在の水際線からの距離を基準とする等距離線主義が採用されました。しかし、江東区としては東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会までに早期解決を図ることは大田区との固い約束であることや、早期に帰属を決定することで次の世代に夢を託す第一歩を踏み出すことこそが何よりも重要などの大局的見地から、遺憾ながらも判決を受け入れました。翌10月、大田区も判決を受け入れたことから、帰属問題がようやく終結。この町が江東区に編入されるまで実におよそ半世紀に及ぶ経過がありました。江東区の帰属が決まったエリアは中央防波堤埋め立て地のおよそ 79%、 399ヘクタール、東京ドームのおよそ85倍です。これにより江東区の面積は 40.16 平方キロメートルから 42.99 平方キロメートルとなりました。令和元年12月、中央防波堤埋め立て地の境界確定に伴い、町名案を広く募集しました。有明西学園では6年生の社会科の発展授業として町名案を考えました。ゴミ処理の歴史や中央防波堤埋め立て地の成り立ちに関して学習した後、歴史に残る素敵な名前を考えようとグループになってアイデアを出し合った後、各自の思いと合わせて町名案を応募用紙に記入しました。そして令和2年2月、山崎孝明江東区長による定例記者会見の場でその町名案が発表されました。はい、町名案です。海の森、これが新しい町名でございまして、区民の皆さんから500いくつもの応募がありまして、中でも一番多かったのはやっぱり海の森でございました。海の森は519件、400通りの公募の中から選ばれ一番多かった町名案です。海の森とはもともと東京都が中央防波堤埋め立て地に整備する予定の公園で、緑豊かな森になるようにと以前から地域の子どもたちなどによって植樹が行われてきました。この名称を町名として引き継いだことになります。中央防波堤埋め立て地と同様、過去に埋め立て地の帰属が争われたことがあります。13号埋め立て地、現在の青海台場地区です。昭和47年以降、江東区はゴミ公害に苦しんだ区民の犠牲の上に出来上がった土地であるとして帰属を主張。昭和57年、都の調停委員から示された江東区およそ7割、港区2割、そして品川区1割という調停案を了承し確定したことにより、
青海の町が誕生しました。青海地区は整備が進められ、現在ではゆりかもめが走り、気軽にレジャーを楽しめるパレットタウン、大型ショッピングモールヴィーナスフォート、現在進行形の科学技術を体験できる日本科学未来館、温泉のテーマパーク大江戸温泉物語、複合商業施設ダイバーシティ東京プラザなど多くの観光レジャースポットが集まるエリアとなりました。さらに最近では東京国際クルーズターミナルが開業するなど、全国から注目を集め続けています。このほか区内の埋め立て地、昭和41年度に埋め立てが完了した夢の島には、熱帯植物館やマリーナなどが整備され、レジャーを楽しめるエリアとなっています。区立夢の島競技場では区主催のイベントが多く行われます。さらに夢の島公園アーチェリー場が完成、東京2020大会ではオリンピック・パラリンピックともにアーチェリー競技が実施されます。一方、昭和49年度に埋め立てが完了した若洲は、風車が回る広々とした公園やキャンプ場、ゴルフ場、また海釣り施設、ヨット訓練所など水辺を生かした緑豊かなエリアに整備されました。そして海の森、青海からもともと整備されていた第二航路海底トンネルのほか、平成24年東京ゲートブリッジが開通し若洲と接続、さらに令和2年東京港海の森トンネルを有する東京港臨港道路南北線が開通し、有明と結ばれ、海の森へのアクセスがより便利になりました。令和元年6月、東京2020大会に向け海の森水上競技場が完成しました。こちらの会場ではオリンピック・パラリンピックそれぞれカヌーとボートの競技が実施されます。特にパラリンピックカヌー競技では、江東区出身の瀬立モニカ選手の活躍が期待されています。瀬立選手はリオ大会で8位入賞、2019年パラカヌー世界選手権大会で5位入賞、2019年度日本パラカヌー選手権大会で優勝しています。また海の森クロスカントリーコースではオリンピック競技の馬術が行われます。海の森はやがて行われる白熱した競技と人々の歓喜の舞台となることでしょう。江東区では東京2020大会のレガシーを生かした海の森の街づくりを目指しています。水と緑に囲まれた豊かな環境の中で、多くの区民がスポーツやレジャーを楽しむことができる憩いの場となるよう、将来の街づくりに向けた取り組みを着実に進めていきます。海の森は区内46番目の町として、他の埋め立て地と同様、数十年後にはさらにダイナミックに変貌を遂げていることでしょう。海の森が充実したエリアとして未来へと引き継がれる取り組みは今始まったばかりです。